はい、こんにちは、有光です。今日はなんと元ビファーレン長崎の前田選手こと前ちゃんに来ていただいてます。こんにちは、よろしくお願いします。前ちゃんこと前田です。よろしくお願いします。お願いします。前ちゃん、この番組自体、はい、そもそも、まあ、今夢を追ってる子供たちだったり、はい、まあ、サッカーやってる子供たちだったり、まあ、あと、まあ、大人でもそうなんだけど、まあ、今夢をこう叶えている最中で何か困っている人のためになんか舞ちゃんの経験が役に立ったらいいなっていうと思っての番組なんで、まあなんかこうもう俺がこう質問していくことにどんどん舞ちゃん の過去を洗いざらいこの場に出してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で早速なんやけど、まあ子供の時の話からちょっと聞かせてもらっていいですか。子供の時、まあ、まあ例えばどんな性格やったかとか。性格は意外にこう見えて、いたずらっ子なったんですよ。いやいや、なんか女の子によくちょっかいかけて逃げてたり、うん、あとは年上の先輩に、うん、ちょっとちょっかいかけて怒られたり、うん、それが小学生ぐらいの時？小学校ですね。まあでも幼稚園の時も、結構いたずらっ子で。へえ。まあなんかね、ビファーレンのファンの人たちとかサポーターの人たちからしたらね。でしょ？そうでしょ。まあなんかイメージ違うかもしれない。イメージ違うでしょ。うん、今は違うと思うんですけど。俺からすればそのまんまやけど。まあまあそんな幼少期やったんやっていう感じやけど。そうですね。で親に電話かかってきて、うん、親から俺が怒られるとか。あ、悪かった。そうです。悪かった。悪ガキ？悪ガキっす。ああ、なるほどね。まあでそんな中で、まあ、サッカーを始めたわけやけど、はい、まあ、サッカーとの出会いみたいなのは。サッカーは幼稚園の時に始めて、うん、まあ、幼稚園？幼稚園早いねにサッカーがあったんですよね。でそれで幼稚園の中に？中に幼稚園サッカー部みたいな、サッカー部みたいなのがあって、へえ。そこに入ってあったっていうか、そういう記憶ね。記憶です。そうです。あったかどうかはさ、だからサッカー教えに来てる人がいたってこと、ね、多分あったんだろうなっていう記憶です。でボール蹴り出して、はい、でそこからどんどんサッカーにハマっていった感じ。そうですね。なんかキックだけは、うん、飛んだんですよ、うん、っていう記憶がある。そう、いやでもそれは確実です。ボールが柔かったかどうかとかも覚えてない。いや硬いです。だから硬い。飛びやすいボールとかやったらないの？他の幼稚園生、うん、友達は飛んでないけど自分だけはなんかキック力があって、うん、当時からね。それで面白いなっていう感じたのは覚えてます。へえ、はい、キックは俺飛ぶんだみたいな、蹴れるんだ。それが自信になって、自信になって、うん、それだけは自信に持ってた、ね、でそこはもう結構サッカー以外の習い事とかはなしでサッカーだけみたいな。なしっすね、その時は。サッカー一本。はい、多分、うん、水泳とかやったんすけど、うん、やったすぐやめた。続けたっていうのはやっぱサッカーですね、うん、じゃあもう幼稚園からサッカー、幼稚園の時にサッカーに出会って、はい、もうそのままずっと当たり前に小学校に入って、はいはい、小学校のサッカー部に入って、はい、っていう感じです。でも小学校1年生からサッカー部入れたの？入れました。福岡の？福岡の。でも小学校の時は、うん、でもサッカーよりも野球、キャッチボール親父でよくやってたんですよ。もうやってるやん。サッカーはやってないですよ。サッカーしかしてないみたいなこと言ってたよね今。習い事はサッカーは習ってたけど、いろんなスポーツはやってた、遊びで。やってました。でじゃあ感覚的にサッカーは遊びからこうサッカーなんていうの、のめり込んでいったっていうより、もうそもそもが習い事っていう感覚と。そうですね。習い事、幼稚園の時から。幼稚園の時マジで習ってたんだっていう。あ、そうなの。マジで今何歳だっけ？今34になりました。34ってことは俺と2個でしょ。いや3つ。あ、3つっすか。3つか。へえ。いやそんなんあったよね、幼稚園の時に。ありましたね。俺だって、うん、遊びから入った方やけん。ああ、習い事でサッカーって、なんか今はね、なんかまあ俺もサッカー教えてるけど、今当たり前に幼稚園からサッカー始めていく人がね、はいはい、子が多い中で、はい、当時そんなんがあったとか知らんやったわ。まあ確かに、でも俺も記憶っすけどね。
確かに曖昧な曖昧な、うん、そうまあまあでそこから小学校、はい、まあ、ずっとサッカー選手、はいはい、サッカー習っててで何歳の時の J リーグができたのは3年ですかね3年の時に J が開幕3年生3年生だったのが9歳かな、うんうん、なんで3年生ね、でまあサッカーやっててじゃあもうあれ普通に初めてプロになりたいと思ったのはもうはもうその時3、4、5年生3年生の時にあこんなとこでやりたいなっていう感じは、うん、初めて見た試合とか覚えてるはあれですよね開幕戦でしょ何の J のヴェルディどことどこヴェルディカズ三浦和也選手が入賞してきた覚えとる本当は覚えとる覚えてますそれは覚えてベルディとベルディとマリノスマリノスだそう木村和志さんと誰が点決めたか知っとそれは覚えてないっす知らんのそこまで覚えてないあの人やろマイヤーじゃなかったっけマイヤーっすか違うかいや覚えてないあれさもう覚えてないまあまあでもそんぐらいの記憶やなそうそうそうそんぐらいの記憶、うん、でそれで憧れたわけねそう憧れましたこういうとこでやりたいなこういう特にどういうとこに憧れたのいやでも憧れはあのスタジアムにいっぱいお客さん来てるじゃないですか、うんうんうん、であんだけ見られてるところでサッカーやれるっていうとこっすかねもうその時思ったのはなるほどねちなみに当時好きやったチームとかは当時好きやったチームかないっすねそんなでもヴェルディかやっぱその時はヴェルディはいだったと思います。なんでなんで帽子とかあったような気がする。ヴェルディの、うん、ああ福袋でありましたよね。あったね。俺もだって当時の J リーグのジャージで学校行ってたもん。そうですよね。スパイク履いてた。スパイク。そう。うん。そうっすよ。俺もだって。で年末、うん、なんだっけ福袋、うん、年始にお年玉で福袋買って一セットそのまま着てから学校行くみたいな。それがね当たり前だったっすもんね。そうそう全然当たり前は。みんな、うん、はい。まあまあそんな感じでじゃあ、まあ、J リーグに憧れて、はい、実際に試合に見たことはもうない。わあ、そんな関係ないかも。ありますよ。あそこアビスパ。昔アビスパでしたっけ？アビスパじゃない。ブルックスやろ。そうブルックス時代。いやいや。まだ博多の森でやってなかった。だって最初ないやん。あったっけ？あ最初はねないですよ。うん。うん、でもそれが見たのがいつからブルックス時代だから。まあ急に身近になったよね。でも福岡に。J リーグチームができてはいそうそうそう博多の森で、うん、まだやってない時です全然あの平和大陸上競技場っていうとこ、うん、知ってます、うん、ちょっと多分平和大公園があるんですようん、うん、そこで確かやってたのを見て、うん、まだ芝生席ですよに見に行ったって見に行って、うん、のが初めてですかねそっからこういや俺もじゃあ、はい、将来プロになるわといいでじゃあもうプロになるために、まあ、小学校卒業しました、はい、そこからどうしたと部活そこから小学校卒業して中学校ですよね中学は部活じゃなくてクラブチームでクラブチームねクラブチーム入りましたそこがあそうなんや、はいうん、アビスパとなんでクラブチーム選んだとクラブチーム選んだのは、うん、まあ単純に友達がいっぱいそうか面白いそうプロになりたいっていう夢あるあるあるけどクラブチームと中学校の部活を比較するときに、はい、なんかプロになるためとかじゃなくて友達が多いから、うん、そういうのがいいとその時は、うん、多分ぼんやりっすもんねまだあプロいいなまだ遠いっていう遠いっす遠いっす全然遠いっすあ遠いったい、はい、なんで、うんまあ、じゃあそっからもう一気にあれして一気にガンって近くなったの意識しだしたの意識しだしたのはいやまだ先っすよ、うんまだ、 まだまだ先っすじゃあ待って俺中学校飛ばしてる何もないやろある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 なんかある悩んだこととかある中学生ありますよめちゃくちゃアビスパっていうやっぱ強豪がいた中でライバルライバルっすあその時はライバルっすジュニアユースそうですと自分が所属してたクラブチームのライバルライバルっす、うん、で1回も勝てなかったんですけどねあ勝てやんだったんやっぱりケイスケとかおった時ねそう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 あれ小川久典とか強かったと玉ちなみにどこやったのお前ちゃんクラブチーム若葉フットボールクラブああ若葉 FC です名門じゃない、はい、家電当たったそう家電当たった、うん、その時もでも、うん、俺らも
結構有名なやつが集まったって言われる世代で、うんうんうん、その若葉にね、そう若葉に、うん、でアビにまあ勝てるんじゃないかみたいな、うんうんうん、そうだったんですけど、うん、やっぱ強かったんですよねアビが。その時あでその時にやっぱこういうやつらがやっぱこうプロのサッカー選手になっていくんだみたいな、こいつらすげえなと思ったのと、あと自分も出れてなかったんですよ、うんうん、中1の時とか若葉で、そうそうそう、中1の時とか、うん、C チームとかですよ、 D チームぐらいまであったんですよ。めっちゃおるね、はい、めっちゃいたんですよ、うん、本当に羨ましいわ一チーム何人ぐらいおったと思う？1チームでも20とかじゃないですかね、20ぐらい。1チームっていうのは1カテゴリー C チームに20 ABCD ですよ、 ABCD、うん、80人ぐらいの中学生のジュニアユースのクラブチームに入ったわけね。でそこは出れずに、出れずに、うん、で C チームで、うん、でも最初合宿があるんですよ、うんうん、合宿で ABCD とか分けられて、うん、で C 最初 C だったんですけど合宿中に上がれたんですよ、うん、C からはい、うん、もう、うんうん、明日から B で2人ぐらい、うんうん、俺ともう1人のやつで、それでそっからまた楽しいなって感じるようにはなりましたけどね、上がったことによって。合宿中って入ってすぐの合宿？すぐすぐすぐ上がってるんです。すぐじゃないか、すぐしないでしょでも合宿って曖昧な記憶その合宿は覚えてるんですよ合宿で合宿で上がったのは覚えてる。でも最初っすよ、最初の方っす。それでも何に一番悩んだ？もう試合出れないこと、それともなんか最初はでも C チームっていうことで悩みましたね、うん、あ俺こんなとこでやるんだみたいな友達はいたんですけど、友達とかも A とか B とか行って、うん、あそうな、知り合いの小学校の選抜とかね、うんうんうん、知り合いのやつも一緒に若葉入ったやつとか、うん、もう A とか B で先輩とやってるんですけど、うん、嬉しいなんだみたいな。うん、まあなんかじゃあそこからどうやって A に上がったと、まあ、普通に3年になったら A に上がりましたみたいな。いや2年かな、2年の、うん、2年か、うん、に上がれて、でも全然試合は出れなくて、うん、サブで、うん、でたまたま試合に出た時に、うん、調子いいのが続いたんですよ、うん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 、点取ったりできたんですよね、うん、その時ねサイドハーフだったんですは？あそうなんや。小学校の時は掘り下げますけど、うん、小学校の時は戻っちゃうスイーパーですからねポジション掃除係です。あースイーパーです。まあでもそれはでもなんかイメージあるわ。マジですか？あります、うん、まあまあちょっと今だからね、イメージあるけど、サイドって当時のサイドってさ結構ウイング的な役割ある。そうです、はい、いや上下運動、そう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 、上下運動してなんぼみたいな、はい、で逆サイドそんなからいやするするするあそう、で逆サイドからクロス上がってきたのをそのまま逆サイドの俺がバーって決めたりとか、へえ、まあそれでそれが認められて、そう認められて使ってもらえるようになって、うんうん、まあ、そこからまた楽しいなみたいな、うん、うまくなってるんじゃないか、まあ、そうなるためになんかグーとかしてた。工夫っていうんですかね、でももう根本的にもう負けたくねえっていうか、うん、気持ちがね、はい、その試合出てるやつに負けたくねえっていう気持ちから、うん、まあなんか練習を自分でなんかこう特別にやったとかじゃないですけど、うん、日々の練習に 100% で打ち込んだっていう覚えはあります、うん、まあ、だからそのまだプロっていうものは意識してなくて、そうそうそう、ただもう目の前 の、 あの自分が試合に出れないってことに対して悔しさで、はい、まあ、頑張った時代、はい、そうですってことね、はい、まあ、そこからじゃあ、まあ、次の高校に上がる時点では、はい、どこに行ったの？高校は筑前高校っていう進学校ですかね、うん、公立高校に行ったんですよ。なんで？は進学校だから、うん、まあ全くサッカー意識せずねいや、うん、サッカー意識してないわけではなかったんです。公立では強かったんですよ、うん、ただ、うん、私立
なんかこう特待のオファーっていうか、まあ特待の話とかこううちに来てよとかは、はい、ないです。あ、ない、なかったんや。ないです。そう、ないから自分でどっか受けて入るしかないっていうので、うんうんうん、まあ、私立は東受けたんですよ、うん、で東受かって、うん、で公立で、うん、最初推薦で、うん、受けたんですよ、式典高校、うん、落ちたんです推薦は、うん、サッカーバリバリアピールしたら落ちたんです、うん、サッカーじゃないといやでもサッカーの推薦のやつらバンバンいたんですよ、そこ知り合いし、うん、受かってるから、うん、おい、けるんじゃねえと思って受けたら、うん、まんまと落とされて、うん、でそこでなんか何クソみたいになったんですよね。何クソってなって何を頑張って、あ、勉強受験して受かったんです、うん、すごいねそう、それまでそこに至る学力は、そう、学力はまあ普通っすよね。普通、うん、じゃあその筑前高校に普通のその何クソって思わず当たり前に受けてたら受かるレベルではなかったの？受かるレベルか受かんないかっていうところだったです。確実に受かるっていうレベルではなかったです、うん、勉強では。まあでも推薦で落ちて普通に試験受けて入るとかってあるんやね。まあありますね。しかその多分テストが良ければ。うーん、まあ親父が一番喜んでましたけどね。そうね、はい、まあでもそこから筑前高校が入って、はい、うん、でまあ、サッカー部入って、サッカー部入ってないんですよ、うん、知らないでしょ。何なんサッカー部入ってない、若葉のユースに入ったんですよ、うん、クラブチームに。あ、そういうことね。あ、じゃあ高校はもう高校ででまあサッカーはサッカーで別の、そう、全く、じゃあそういうことか、はい、でユースが あるんやね。あったんですよ。でユースすごいねを、うん、まあ強くしたいっていう。だって当時アビスパとありました。そこぐらいじゃないの？いや、ユースとか、トスもありました。大分とかもありましたよ、確か。ああ、でも県内じゃそこぐらいじゃない。はい、だよね。で、はい、うん、でユースに入ったんですよ、うん、で見事に俺1年の時に、うん、全国大会出たんですよ。おっとすごいでしょ、これも、うん、強くなかったんですよ、うん、その全然強くなかったんですけど、うん、なんかその時だけみんなまとまり入ってあって、うんうん、全国大会っていうのはその前、結局ユースってことはさ、選手権には出れないです、ね、出れないわけじゃん。そこにはなかったの、こう出たいとかは。 そっちはもう良かったの？それはちょっと後から話します。 OKOK、 すまんすまん、まあ、段階がね。そうそうそう、うん、後から話します、うん、そう、ユースで全国行って、うん、そう、クラブユースみたいな感じですよ、うんうんうん、今で、うん、昔で言えばなんかアディダスカップっていうのがあって、うん、クラブチームの全国、うん、それを J ビレッジでやったんですよ、うん、でそこでまあ僕試合にも出れるわけじゃないですか。やっぱりユース人数少なかったんで、うん、試合にも出て、うん、で初戦が、うん、なんかねレイソルの、うん、レイソル多めってとこあるんですよ、うん、今多分ないんですけど、うん、でレイソル多めでやって 2-1 ぐらい 3-1 かなぐらいで負けたんですけど、うん、なかなかこう手応えあるゲームやれて、うん、いけるんじゃねえかみたいな、うん、そしたら2戦目に頑張ってやって、うん、11対0で負けたんですよ、うん、もう撃沈して、うん、で帰ってきたっていう、うん、で全国大会終わり、うん、それが1年の時、それが1年の時です、うん、でそうで、さっき戻しますよ、うん、1年の選手権ありますよね、うん、それを見に行ったんですよ、うん、そしたらなんか高校サッカーいいなって思い出してかっけえなみたいな、うん、全国大会、まあクラブユースっていうか、まあクラブの全国大会が終わって、でその後に選手権見に行って、でそこでいいなと思って、はい、思って、うん、部活に入るんですクラブチーム辞めて部活行ったんだ。部活行ったんですよ。あ、そうなん。え、じゃあ、ってことは1年生の2年生ぐらいから。そうですね、もう部活ですね。1年の選手権終わって、うん、先輩たちが終わってから確か入部ってなったと思います。うん、でその、まあ、部活に入ってた友達からも結構誘われてやろうぜって一緒、うん、でそれのもあって入ったんですけど、うんうん、
最初はまあその部活のコーチとかも、うん、なんだみたいな、クラブチームでやってたのにみたいな、うんうんうん、っていうのがあったんですけど、そうね、はい、あるとこはあるかもね、はい、ってウェルカム状態ではなかった、ウェルカムではないですね、うん、はい、でもまあ友達がウェルカムだったから、うんうん、まあ、ある程度スッと入れて、うん、でまあ試合にもスッと出させてもらうようになったんですよ、うん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 、でそっからっすかね、うん、結構自分のプレーが思い通りにできるし、うん、あと、まあ、東とか相手に点も取れたんですよ、うん、高校サッカーで言ったら東に点取るって言ったら結構難しいじゃないですか、うんうん、なんでそういうのもあって結構見られる立場になって、うんうん、でそっからですよね、うん、ガが出始めたのはやっといや、うん、そっちのガじゃないですよ、うん、あの周りに対しての要求がきつくなり始めたし、うん、自分ができるから、うん、今まではじゃあそうじゃなかったんだ、そうじゃなかったです、やっぱ出れてないし合わせていく方だった、合わせていく、合わせない、うん、で自分がこう自信が出てきて、まあ、自分のレベルも上がってきたって感じた時に、まあ、ちょっと物足りなくなって、そうここを引き上げようとす、はい、のその引き上げ方がまあちょっと当たりが強くなって、うん、取られんなとか、うんうん、出せとか、うん、そういったのが多くなってきた年でしたね、うん、その時は高2、うん、でまあその J、まあ、まあ東とか、まあ、そういうところに今までこうかなわないっていうか、まあちょっと自分の中で上のレベルって思ってたところに、まあ、当たり前にプレーできるようになって、はいはい、でもう意識したまだっすねまだぼんやりっす、うん、そっからうん、うん、あ挑戦で選手権出たの結局3年間いて、3年間って2年間その筑前高校に所属して、選手権ってあれですか、全国、うん、出てないですよ、で出なかったんだ、チームとしての結果出なかったんだ、はい、うん、でまあ自分に自信がついてきて、はい、でもう高校卒業するまでに、まあ、そういうふうに周りに要求が強くなって、はい、まあ、でもチームとしては結果が出ず、はいはい、でそこから自分自身はどういうふうなその道を描いてたの、当時は、当時は、うん、大学の監督から、うんうん、特待じゃないけど、うん、推薦で来てくれないかみたいな自分で受けて、うん、自己推薦ってあるんですけど、うん、自分で自分を推薦するみたいな、自分を推薦して大学に入れますよ、うん、それを受けてくれないか、うん、取ることはできないけど、うん、それを受けて、うん、でそれで何人か集めて大学を強くしたい、うんうん、西南学院大学っていうところなんですけど、うん、西南学院大学のサッカー部を強くしたいから、うん、それで来てくれって誘われたんですよ、うん、まあ、それで西南、まあね、西南大学ってある程度いい大学っていうの知ってたんで、その学力的に、学力的に、うん、大学も行けて、じゃあサッカーもそこで強くできるならと思って受けたんですよ、うんうんうん、っていうのが大学に入った流れなんですよね、流れね、はい、なんかこう小学校からさ中学校高校ってさ、なんかこう面白いね、こう選択していくすごい、俺はなんかビファーレン入る時とかさ、まあちょっと後で聞こうとは思うけど、なんかそういう時の状況とかさいろいろ知ってるからさ、はいはいはい、まあ、やっぱなんか物事を決めていく時の選択のなんか基準がさ、でも大学も受かる保証はなかったんですよ、うんうん、分かる分かる、一応ね、受かる保証はなくて受けたっていう、うんうん、でも安牌ですよね、うんうん、まあその自分の中でじゃあ別にチャレンジしたかったこととかあるの、その当時、いやなかったかもしれないですね、ないんだ、まあ、サッカーもそこそこっていうか、まあ、できるようになって、そうそう、うん、でまあもちろんね勉強の方も進学校だからやらなきゃいけなかっただろうし、はい、まあできただろうしね、でそんな中で、まあ、じゃあサッカーだけでっていうのはまだ決まらなかったってことね、決まらなかった、自分の中で道は、でもその時は高校も大学も、うん、
強豪校になんかもう、うん、なんだお前らっていうのがあって、うん、強豪校をまあまあまあな、うん、高校大学が潰したいっていうのが俺の中であったんですよね、その時は。なるほどね、はい、まだなんかこう劣等感じゃないけど、そう、まあ、そういうのがあって、はい、で自分が立ちはできるんだっていうのを見せたかった。そうそう、見せたかった。そうということね。そういうので、うん、多分安牌路線で行ったかもしれない。なるほどね。で、まあ大学入って、はい、で大学で、まあ結局大学の後はさ、もう結局その次の最終的なもう就職するかとか、はいはい、大学院にもしかしたら進むとか、はいはいはい、そのね、いろいろ選択肢あったわけじゃん。でその中でホンダロックを選んだよ、はい、じゃあホンダロックを選ぶまでに、なったこの至ったこの理由、きっかけとかある？例えばまあ J リーグクラブにチャレンジするのも一つの手だったろうし、はいはい、まあ就職するのも一つの手だったろうし、まあなんとなくなんだけど、なんとなく俺の中ではこうなのかなっていうのはあるんだけど、はい、ですか？いや、なんか大学選んでサッカーと勉強できたじゃん、はいはい、で仕事もできて、サッカーもできてっていうところを選んだのかなっていう、はい、思った。多分ね、違います。違うんや、うん、それは違います。じゃあ何かあったの、うん、まあ、大学1年から、まあ、その試合にはね、うん、まあ、出させてもらったわけです、ずっと、うん、で大学1年の時もある程度結果出したんですよ、うん、活躍して、うん、で九州選抜の候補に1年から呼んでもらえたんです、うん、まあ、九州選抜になれなかったんですけどね、うん、まあ、そこでちょっと挫折味わったっていうのあるんですけど、うん、まあ、選ばれなくて、あ、もうでもできるの、俺1年から候補に選ばれるんだ、3年生もいる中で、うん、ってなって、でそんぐらいからですかね、もうある程度もうプロ行きたいなって、プロになりたいな、うん、なれるんじゃねえかみたいな、うん、で監督からもうお前はもうプロに行けって言われたんですよ、うん、でそうやって2年3年行って、3年の時に、うん、初めて全国大会に大学初で出たんですよ、うん、全国、うんうん、総理大臣杯か、うん、全国に出て、そう、大学初めてってこと、大学初めて、うんうん、で全国行って、でまあ、1回戦筑波とやって4-0で負けたんですけど、うん、まあ、ある程度全国も出れたし、うん、結果も残ったし、うん、これはもうオファーあるだろうと、うん、思ったんですけど、うん、甘いっすよねあるわけないと、なかったってことねあるわけがないと、うんうん、でも、まあ、諦めることはなくて、うん、まあ、練習参加、うん、つてをたどって、うん、監督のつてをたどって練習参加とか行ったんですよ、うん、じゃあもう自分の中でもうその時はプロになりたいっていうのはもう、そうですね、あったんだね。そこからもう明確に大学生だからね、はい、うん、なったっすね。で練習参加いろいろして、はい、行って、うん、まあセレクションとかも受けて、うん、でも結局どこも J は入れなかったんですよ、うん、でも、うん、続けたいと、サッカーは、うんうん、続けたいとなった時に、うん、まあ、ホンダロックっていうチームがあるよというふうに、うんうん、監督の知り合いから聞いて、うんうんうん、じゃあ今度セレクションあるからっていうので受けたら受かったんですよ、うん、ホンダロックっていうのは結構サッカーでセレクションがあって、 そうです、でそれでセレクションに受かったらその入社できるっていうか、入社です、社会人なんで、ホンダロックに入社できて、ホンダロックのサッカー部に入れるって形、はい、入る。なるほどね、はい、その時がホンダロックはでも九州リーグだったんですよね、僕が入った時が、うん、知ってる、知ってる、はい、うん、っていうのがホンダロックに入った流れですね、うん、はい、なるほどね、安牌じゃないでしょ、だからちょっと一回休憩させていや行きましょうよもう今いい流れじゃないですかもうあとちょっとやね一回休憩させて